皆さんこんにちは、まっちゃんです。今日はね、またコーヒーブレイクということでね、今日はね、なんとオーガニックコーヒーいただきました。それ飲んでおります。私ね、いつもね、神経の話をするときに、痛みを感じる神経はっていうことでよく話をするんですよ。痛みを感じる神経はここにありますよっていう話をすると、いうことは痛みを感じない神経っていうのがあるんです、ね、神経ってね、いろんな役割があって痛み感じない神経もある。それは例えば肩を動かすだけとかね。で、その神経もし切ったとしたら肩動かなくなるだけなんですよ。まあ首もね、ちょっと一緒なんだけども、痛みが出るわけじゃない、麻痺が出るんですよね。だからこの麻痺というのは脳からのこの伝達が途絶えるって感じですよ。だから神経ってね、まあ、切れたり当たったりした時に全部痛いとは限らない。例えばね、自律神経ってよく聞くじゃないですか。自律神経っていうのは血管を縮めたり、広めたりするような神経なんですね。じゃあこれ切ったらどうなるかって、これ痛くはないんですよ。ただ血管を自動的にこう縮めたり、拡張したりする能力がなくなるということなんですね。あと胃の動きを止めたり活発にしたりとか、こういうのがね、自律神経の役割で、役割がダメになるけど損傷したらね、それで痛みが出るわけじゃないんです。で、痛みを感じる神経というのはどこにあるかというと、軟部組織というところにあるわけです。軟部組織ってなんだ、中の方から言うと関節包、靭帯、筋肉、皮膚ですね。そういうところにあるんだと。だから皆さんもこう皮膚つねってみてください。痛いですよこれ、痛い、結構痛いんですよね。だけども骨とか軟骨にはないっていう話を前回もしたかな。今日もね、その話をしたいんだけども、まあ爪にもない、髪にもないと。痛みを感じる神経っていうのはね、意外とね、ないんですよ、ね、神経ってなんかみんな痛そうに感じるけどね。まあその辺をまず今日お話をして、骨と骨が当たってなぜ痛くないかっていう話のね、第2回のお話をしたいと思うんですよ。で、骨膜っていうのがあるんですよね。骨の表面を包んでる骨膜、これは痛いんですよ。だから骨折れるとその骨膜が痛むから痛いわけです。骨が折れたこと自体は痛くはないわけですということですよね。で、このね、骨膜に心臓からこう血管が来てるんです。心臓から血管が来てる。それと一緒に脳から神経が骨膜に来ているね、骨の表面にある骨膜まで血管と脳からつながった神経が来ていますと。じゃあこれは骨っていうのはこのその中にあるわけで、その骨の中に何かが、血管とか神経が入っていかなきゃいけないじゃないですか。ここなんですよ、大事なのはね。そうすると骨の表面を見ると穴が開いてるんですよ、いくつかこうで、そっから血管が入っていくんですよ。これはね、はっきり分かってんの。で、まず骨の中に入っていく、ここをね、フォルクマン管っていう名前までもちゃんとあるわけで、骨の中入ったら今度は上下にこう分かれていくんですよ。ハバース管っていうちゃんと名前もある。そういうので入って広がっていくわけですね。だから骨の中には血管があるんですよね。だから骨が折れた時にも、まあ、骨のそういう血液なんかが出てきて骨を治していくということなんですよ
ね。だからね、血管はそういうふうにはっきり分かってんだけど、その神経、痛みを感じる神経はどうなってんのかということなんですよ。脳から骨膜まで来ました。そこからおそらくこの骨の穴、まあ骨に開いた栄養口っていうのを中入っていくんだと思う。だけどそういうことを書いてる本がないんですよ。だから本当にね、そういうこと書いてあったらぜひ教えてほしい。私ちょっと勉強したい、やっぱりね。だけどなかなか調べたけどなかった。股関節専門の解剖学の本にも書いてなかったです。で、実はそれを研究した人がいて、まあマウスのね、股関節周りを研究しましたと。そして痛みを感じる神経をの数を数えましたと。まあすごい研究だね。そしてその割合を出しているのがこれですよね。あのこの本の27ページに書いてますよ。これ割合を書いてるんだけど、まあここにあるね。これは関節包を100とした時に、割合ですからね、関節包を100とした時にどうなるかっていうと、骨の中に 0.1 の割合で痛みを感じる神経があると、うん、だから私も分かってるんですよ。骨の中に痛みを感じる神経は本当に少ないけどあるんだと、ね、で軟骨は全くありません。だから軟骨すり減ろうがそれは痛くはないよね。全くないです。骨の中にもまあ、まあ、ないとは言えないんだけど非常に数は少ない。あと骨髄って言って骨の髄中ですね、中にはまあ2の割合であるということですね。これもっと分かりやすく言えば、骨を基準に考えると骨の中にもし痛みを感じる神経が1本あるとしたら、まあ、軟骨はないんだよと。で骨髄の中にはまあ20本ありますと。骨の中に20本あるってことはやっぱり穴から入ってんだよ。これは分かります。ただし骨をその骨の中の痛みの神経1とした時ですよ、関節包、要するに骨膜には1000本の神経があるっていうんですよ、痛みを感じる神経。だからやっぱりこの骨膜、関節包をメインに考えていかないと皆さんの股関節痛は解決しないと思うんですよね。で皆さんが股関節が痛いって言って病院行った時に、その0本と、まあ、1本しかない骨の写ったレントゲン見るわけですよ、ね、その1000倍の関節包、これ写らないですね、写らない関節包にのことなんか何も見てないと思います。あ、この変形がねとか、あ、軟骨すり減ってるねっていうのは全く痛みとは関係ないと考えて間違いないと思いますよ。それよりもその骨の1000倍もある痛みを感じる神経のあるやっぱり骨膜、関節包という方に、目がいかなきゃいけないじゃないですか。まあこういうまあ研究があるんですよね。で私ね、股関節痛の原因は何だと今まで言ってきたかというと、まずは関節包の炎症であるということですね。この炎症というのは痛いんだけど骨を治す反応なんだよということ。でもう一つは筋筋膜症候群といって筋肉の病気なんだよと。で筋肉にもね、筋膜というのがあってね、これもかなり痛みを感じるんです。で筋肉の中ってね、筋膜がいっぱいあるんです。わかりやすく言うと筋膜に包まれた筋繊維がもういっぱいあるんですよ。だからその表面も痛いし、筋肉自体の表面も痛い、ね、外も痛いし中も痛い。だから筋肉っていうのはね、かなり痛み感じるんだよ ね。痛みを感じない神経もあるんだけど、軟部組織にはかなり痛みを感じる神経があるから、私はやっぱり軟部組織を見なきゃいけないというのをずっと言ってきてるわけです。骨とか軟骨といったね、もう
神経がほとんどない、痛みを感じる神経がないか、ほとんどないかというところを一生懸命見てね、股関節、あなたの股関節はこういう風なんですよという診察が、本当に正しいのかということなんですよね。皆さんどう思いますか、これ。ねえ、ちょっとコーヒー飲みますよ。はい。今日ね、ここどこかというとね、博多です。この後ね、岡山行って高松行くんですね。それから銀座に帰りますって感じでしょうか。あ、今回はね、ちょっと名古屋に寄って熱田神宮とか伊勢神宮とかちょっと行くことになってるんで、名古屋に寄ってから帰るんだけどね。まあ話はずれましたけれども、まあ骨膜ってね、そういうふうに脳とか心臓からつながってて、血管とか神経来てて、それが骨の中に入ってるんだよと。で、じゃあね、まあ血管にもね、細かい神経がくっついて入るの。これはね、自律神経といって、血管を縮めたり緩めたり、縮めたり緩めたりやね、そうだね、血管をこう収縮させたり拡張したりする神経、それは入っている。だから骨の中に神経はあるんだけど、それは自律神経、血管と一緒に入った自律神経は痛みは感じないんですね。で、中にはね、何だろう、前回のその軟骨下神経っていうのがあって、こう当たるとすり減ってきて、この時は痛いんだけど、すり減って全部なくなったら痛くないんだよっていう先生もいるんですよ。こんな神経ないのに。いかにもそこに骨膜とかね、軟骨下神経があるような説明をする先生もいるからね。これがね、すり減る時が痛くて、完全にすり減ったらここ神経なくなるでしょ、だから痛くなくなるんですよっていう先生もいるから、気をつけてくださいね。そういう詐欺には引っかからないようにしてくださいね。はい。まあそういうことでね、痛みというのは軟部組織にあるいうことなんですね。感じるんだと。それはレントゲンに映らないんだということでね、皆さんもその軟部組織を見てくれる先生をね、信頼していいと思うんです。もう骨と軟骨だけで話をする先生は本当信頼しないでください。もう大変なことになります。もうそうなれば手術しかないよってことなんで、まあ、手術が悪いわけじゃないんだけど、いろいろやった結果どうしても手術にしたいって言うんだら、これはいいと思うんですよ。その手術までの過程に問題があるんじゃないかと私は言ってるわけなんです。手術が悪いって言ってるわけではないですね。私は手術をしたいっていう人には手術の、ね、病院を紹介 してますしね。だからその過程に問題があるんだということなんですね。でね、骨というのはね、やっぱり形を変えて治るんですよ。その、炎症の、この炎症の山を越えた時にね、もうピークで骨っていうのは治るんですよ。そこから炎症が収まっていく。炎症っていうのは骨を治すために必要なんだよねということね。で、先ほど言った軟部組織の痛みっていうのは、自分のね、治癒力で治っていくものなのよ。関節包の炎症とか筋肉の病気っていうのはある程度治癒力で治していく。で、私たちはその皆さんの治癒力が間違った方向に働かないようにっていうか、効率よく働くように手助けをしているだけなんですね。だからそういうふうにね、軟部組織には痛みを感じる神経があるんでね、そこに問題があってもそれは治るんだと。骨も炎症によってピーク、炎症がピークになるまでに治る。そこから形は変わらない。で、炎症は収まっていって痛みが取れていく。だから、末期の人でも歩ける人がいる。ちょっとね、今回もね、ちょっと博多で動画撮らせていただきました。この方もね、ちょっと揺れるけども、痛みないんですよ。末期ですよ、骨は。脚長差 1.5 センチありますね。でも最近あんまり脚長差感じなくなったって今回は言ってました。でね、
だからそういうふうに骨も治ると、骨は形を変えて治るんだと、それを変形と呼ぶんだろうけど、変形ってね、その場合はいい意味なんですよ。いい意味の変形もあるんだっていうのをちょっと考えていただいて、まあその骨の治り方についてね、次回お話ししようと思うんだ。はい、ということでね、今回はね、前回に続いて骨と骨が当たっても痛くないわけということをね、お話ししました。でね、レントゲン写真見るとなんか痛そうなんですよね。痛そうでしょ。だけどその時に皆さん、またこの前回のこの爪と爪が当たってんだというふうに考えてもらえるとね、楽になるんじゃないかな。怖さがなくなるんじゃないかな。ただ僕がここでいくらこういうふうに言ってもですね、病院で、あ、これが当たるから痛いんだって言われた時に、あ、やっぱり先生が言うならそうなんだなというふうにね、やっぱり感じてしまうと思います。だけども僕は解剖学に沿ってね、話をしているだけで、非常に間違ったことを言ってないとは思ってるんですよね。だからまあ、どっちを信じてもらえるかっていうんだけども、できたらこっちを信じていただければなと思うんですよね。いや、そうじゃないんだよっていうんだったら、僕ね、本当にもうどんどん意見言ってほしいんですよ。骨には神経があるから痛いんだっていうんだったら、その証拠を見せてほしいんですよ。私、それがね、正しければそれを信じると思うけども、そういうのが一切ないんですよね。だからその病院での先生の説明が納得いかないっていうことなんですね。ということで、次回はね、その骨の治り方についてお話したいと思います。で、皆さんの中にはやっぱり骨治したりとか、軟部組織の痛みを取る治癒力があるんだということね。これはね、人がお亡くなりになったら治癒力はなくなるでしょう。生きてる限りあります。99歳でも生きてればあります、治癒力は、ね、それはここにできた傷が治るか治らないかでと一緒です、ね、ということで、ね、治癒力があるんだということを信じてですね、次回の骨の治り方について、こうご期待くださいということで、またお会いしましょう。まっちゃんでした。オーガニックアイスコーヒーありがとうございました。美味しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。